人気弁護士たちが相談に乗ってくれる法律居酒屋。今宵は X でポストが月一大炎上、呂布カルマ様と口喧嘩最強ギャルミリチャム様がご来店。そしてミリちゃんと家近かったみたいなコメントを書かれたことがあって、そういうことしてくるやつってアホなんで、過去の投稿とかを遡れば分かるんですよ。暇っすねSNS にあふれる誹謗中傷、実際に訴えたらどうなる？これは誹謗中傷だで全部取り締まるっていう話になると、批判と誹謗中傷の区別、いや、それが本当にまさにあって、高いお金を取れた事例とかありますか？こちらはマジで。さらに、お金は欲しいけど山はいらないとかできないんですか？そうですね。なんでやねん法律居酒屋開店。誹謗中傷構想合約の呂布カルマ様とミリチャム様ですね。はい、まずはドリンクのご注文をお願いします。じゃあハイボールください。ハイボール、ウーロンハイで。ウーロンハイ、ハイボールとウーロンハイお願いします。呂布さん、最近ひどいレスや書き込みってありました？もう日々晒されてます日々、はい、なんかどんな感じのなんか晒されてるんですか？いや、だから最近ちょっとピンク色の気持ち悪い液を見つけたんで、はあ、なんだこの気持ち悪い液みたいな言ったのがめちゃくちゃ炎上して、気持ち悪いのはてめえの面だろみたいなのを日々わざわざ言わなきゃいいんじゃないですか？おめえが気持ち、いや言うじゃん、でも気持ち悪かったら気持ち悪いぐらい心の中で留めとけばいいじゃないですか。あ、そっち派？そっち派。あ、そっち派。俺は結構言っちゃう派なんだよ。あ、ミリチャムさん、最近ムカついた書き込みとかってありましたか？あ、なんか、はい、警察に捕まったっていうデマのツイートをされたこと、そうかもって思っちゃうしね。そうなんですよ、この見た目ね。よろしくお願いします。担当する弁護士は、誹謗中傷ならお任せを、身近な弁護士がモットーの木村先生。そして人気情報番組でもおなじみ、一児の母でもある島田先生。なんかやばいこと書いてくるやつって訴えられるんですか？場合によってなんですけど、まあ、裁判を起こしてとか法的措置っていうのを取れたりすることもあるんですね。で、誹謗中傷の場合って結構多いのが、その侮辱するような投稿があって、その場合には社会通念上許される限度を超えるのかどうかっていうのが裁判では争いになって。何語使いましたよ。社会通念っていうのはどの線なんですか？分かりやすくちょっと教えていただけると。そうそうそう、あの高校が通信なもんで通信でも分かるやつは分かるよ。ギャルなんで。ものすごい簡単に言うと、ものすごいひどい侮辱かどうかっていう感じですね。レベルってことですか？レベルです。あ、それは第三者から見て。そうですね、裁判所から見て、これはものすごいひどい投稿なのかそうじゃないのかっていうと、具体的な例がちょっとなかなか分かんないと難しいと思うので、結構攻撃的なあるあるの侮辱メニューを用意しました。ブサイク野郎、早く死ねよ。あ、全部食らってるな俺これ。ではこれらの誹謗中傷、投稿者は罪になるのかならないのか、相談者に気になるメニューを選んでもらい、弁護士に見解を問う。聞いてみたい内容。まずはミリチャム。へー、丸一番かな。このブサイク野郎早く死ねよなど何回も書かれた。アウトだと思いますか？アウトじゃないの、死ねよとかは。さすがに死ねよはね、もう SNS 上でも このツイートを報告するとかでできますもんね。できるもんね。そのレベルでもうアウトだよね。では先生、見解をお願いします。はい、これはですね、はい、はい、罪になります。まあそうなるでしょうね。死ねとかっていう表現があるので、侮辱罪、まあ一つそれは考えられる。でもう一つとしてあるのが、まあ、場合によりますけど脅迫罪。殺してやるよじゃなくてもなるんですね。死ねだけ、まあ、1回投稿されるレベルだとなかなかちょっと難しいかなっていうのはあるんですけども、何度も繰り返しってなってくると、死ねでも脅迫罪成立する可能性は出てくるかな。死ぬだとどうですか？死ぬはちょっと、お前今日死ぬぞ、帰り道で死ぬぞみたいなのが毎日来てたら、わあ怖ってなる。あ、確かにね。今おっしゃられたような表現とかですと、まあ、脅迫罪の可能性出てくるんじゃないかなと思います。なんか伏せ字にしたりとか、ちょっと頭使ってくるやついるじゃないですか、はい、万能がれっていうか。
か、そういうのもやっぱちゃんとカウントされるんですね。そうですね、例えば前後の他の投稿と合わせて、これはまあ死ねだとか殺すだとかそういう表現だなって、他の人が見てもやっぱりそう取られてしまうとなると、侮辱罪だとか脅迫罪っていうのは成立する可能性があります。これってブサイク野郎とかだけでもなる罪にはなるんですか、ね、こういうブサイク野郎とかですと侮辱罪の方が成立する可能性というのは一応あり得ます、うん。先生、実際にあったお話を教えていただいてもいいですか。はい、これ実際にあった過去の裁判なんですけれども、掲示板にですね、被害者の名前を出して、ブスでぺっしゃんこ、喋ると便器みたいな顔をしてるっていう、そういった投稿をされたケースがあるんですね。これで裁判所は侮辱罪の成立を認めました。裁判したんだ。それ罰金はいくらだったと思いますか。どんぐらい。10万ぐらい。うん、5万から10万ぐらいかなっていう。では先生、答えの方をお願いします。はい、こちらは正解は、マジで、9000円か。過料9000円。びっくりした、9000万なのかと言われて裁判する方が損じゃん、ね、訴えたもん負けじゃないですか。うん、てか過料って何ですか。過料っていうのはですね、一番まあ刑罰としては軽い刑罰で、1000円以上1万円未満の刑罰、これを過料と言います。なるほど。じゃあつまり訴えない方がいいってことですよね。それぐらいだったら泣き寝入りしろってことですよね。ただですね、過料と言っても刑務所に入るような懲役刑と同じように有罪判決になっているケースなので前科がつきます。刑罰は重い順に死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料。過料は最も軽い刑罰ではあるが、死刑や懲役同様、言い渡されると前科になる。例えばもうめっちゃハゲてるやつに、ハゲって言ったらハゲですよってなるじゃないですか、うん、ハゲ始め、めっちゃ気にしてるやつにハゲって言うと、誰がハゲじゃんってなるじゃないですか。そうですね。そういうのがどっちがひどいかみたいなのって、それはないんですか。侮辱罪が成立するかどうかっていう観点ではそこを区別するわけではないですね。そうなんです。まあ、そこを区別してしまうと侮辱の場合って日持ちの問題っていうところが大きいんで、そうするとやっぱり不公平感が出てしまうっていうのがありますね。なんかピンとこんハゲ自体がちょっと侮辱的な言葉なので、そうするとその人の傷つきやすさで、すごい繊細な人だからこの人にはたくさん慰謝料払ってください、この人はなんかノーダメージっぽいんで払わなくていいですよっていう判断にはならないんで。ならないんだ、はい、本人がそれを訴えても、そのハゲって言われたことが原因で余分にハゲたみたいなことが、はい、例えばそれでうつ病になっちゃったりとかっていうのも関係ない。その因果関係が立証できればですけど。あ、そうなんですね。なんか高いお金を取れた事例とかありますか。はい、ちょっと実際の慰謝料で高めの金額が取れたものについてこちら用意してあります。このケースだと早く死ねよとか、いっぱいある、いっぱいある、明日交通事故で死んだらいいとか、自殺してほしいとか、こういうのをいくつか挙げていた事例でいくらぐらい取れると思いますさっきのが9000円だもん。あ、でもこれ慰謝料だ。慰謝料です。あ、10万。30。正解は、100万円。100万だ。さっきのは刑事の話で、警察が調べたりして、で刑事の裁判にかけられて、で9000円じゃ被害者がもらえるのかっていうとそうではなくて、国の方に没収されるんですよね。さっきのは罰金なので。マジで。今回のは民事のお金を払ってくださいっていうものなので、発信者に対して直接お金を被害者が払ってもらうっていうもので、慰謝料100万円。それはなんでさっきのやつと何が違うんですか。やっぱ死ね、命に関わることだからってことですか。そうです、そうです、おっしゃる通り。単純なブスとかバカとかそういう悪口だけではなくって、生命身体に何かあるんじゃないかなっていうのが繰り返されているので、そのあたりもちょっと高くなったポイントになってきます。こういうのに対してお前が死ねよって返したらこっちどうなるんですか。それで両方悪くないっていうことにはならないので、お互い訴え合うとかいう形になってきますし、ただ喧嘩吹っかけたのはあなたですよねっていうのは安くなるポイントになってきたりしますし、例えば飲酒運転だったら今もう罰金100万円みたいな、結構もう周知されてるじゃないですか。なんでその抑止力として働くと思うんですけど、誹謗中傷がいくらとか、まあ、あんま知らないですよねみんな。極論何でも犯罪やったら死刑にしてしまえば抑止力は一番強くなるんですけど、ただやっぱり表現することってどうしても強いブレーキかけづらいものがあるんですよね。なんでかっていうと、政治家に対して批判をしたい、今の政権おかしいですよね、その経済政策おかしいんじゃないですかって言った時に、いや、これは誹謗中傷だ、
で全部取り締まるっていう話になると批判と誹謗中傷の区別、いや それが本当にまさにあって、うん、僕がその最近そのなんか気持ち悪い駅を見つけたんでこの駅気持ち悪いっていう、それは批評じゃないですか、駅に対する、うん、駅が気持ち悪いで気持ち悪いのはてめえの面だみたいなのが散々来たんですよ、死ねみたいな、でそれは誹謗中傷じゃないですか、その区別が全然ついてないっていうか、ただその区別を誰だったらいつの時代で誰だったら常に正しく出せるのかっていうのは分からないので、戦前はその特攻が来てあの発言もダメだこれの発言もダメだって言ってどんどん取り締まることができたんですよ、だから権力の暴走させないためにはある程度自由に発言できるっていうのも残さなきゃいけないので、例えば罰金もう全部100万にしてしまえっていうのがちょっと難しいんですよ、ね、なるほど、政治的にそれができちゃうってことなんですね、そうですね、やっぱり言葉っていうのは一番自由じゃなきゃいけないので、いやでもなんか政治家に配慮、まあでもそうそうやって言われたらまあ確かにそうかもって気がするな、いまいち腹落ちしていない様子の呂布カルマ、ここでメニューの5番誹謗中傷を受けたため自身で相手の素性を暴いてその個人情報を晒したを選ぶというのも、で僕も本当に日々そういうのされるんですよ、あとなんか盗撮されたりとかもあるんで、うん、訴えるのも面倒くさいし時間も金もかかるっていうんで、自分でそのそいつを特定してそいつの個人情報を晒し上げて、まあ、要は死刑にかけるみたいなことをしてたんですけど、それって逆に僕が訴えられたりする可能性ってあるんですか、例えばその投稿者が匿名で投稿していてっていうそういった人のまあ本名を晒したとかになった場合、本名を晒すだけだと刑事上の責任っていうのはちょっと問いにくい、うん、ただそういった匿名投稿を本名を晒してしまうってなると、さっきにもちょっと出てきましたけどもプライバシー侵害で民事上こっちがされてるのに先に、そうなんです、慰謝料請求される可能性が出てくるんですね、それどれぐらいですか、プライバシー侵害の場合かなりまあちょっと幅はありますけれども、だいたいですね上限でもまあ50万前後ぐらいかなという印象ですね、変な法律、ブサイク野郎よりも高いんだそっちの方が、さっきのそのブサイク野郎の場合はあくまで侮辱罪という刑事の話で、この今お話しあったところが民事で慰謝料いくらかというところにちょっと刑事と民事で違いっていうのはあるんですけども、じゃあ俺が受けた被害よりもやり返した俺の方が罪としてはちょっと重いってことですか、可能性はまあある、なんじゃそれどうしたらいいの、例えば SNS でそういうことしてくるやつってアホなんで、そもそもが、うん、そいつの過去の投稿とかを遡れば分かるんですよね、暇っすねいやいや暇だった時期ね、今はもうそこまでやってますけど、だからそういう会社作ればいいのいやでもSNS探偵みたいな、だからそうそうすぐ分かるんですよ、でもそれを逆にその警察だったりとか訴えたりするとめっちゃ時間かかるってことですよね、お金もかかるし、警察が実際その侮辱罪だとか名誉毀損っていうところで取り上げてくれるってなると、やっぱりそれなりにこの人が投稿したんだっていうところまでは警察の方で証明できないといけないので、その資料の一つに投稿者を特定する手続きっていうのが、開示請求みたいな、そうですそうです、プロパイダー責任制限法という法律で、早口じゃないですよプロパイダー責任制限法は何ですかという法律があるんです、はあ、でその法律の中で投稿者を特定するっていう手続きができるんですね、それが発信者情報開示請求という手続きに、どのパソコンからやったかとかいうことってことですよね、そうですね、パソコンとかあと携帯とかですね、発信者情報開示請求とはネット上で匿名で発信された権利侵害情報に対して被害者がプロバイダに発信者の情報の開示請求を可能にするもので、プロバイダ責任制限法で定められている、でそれがめっちゃ金と時間がかかるっていう、まあ、ふんわりとした知識あるんですけど、どれぐらいかかりますっていうか、そうですね、その情報開示請求もこれもやっぱり弁護士によっても違いますけど、だいたいやっぱり何十万とか、なんでそんなにお金がかかるんですか、そもそも、やっぱりすごくこの情報開示請求って手続きが複雑で時間もかかる、ただその一方で早くしないと投稿を特定できなくなってしまうという問題があるので、まあ、弁護士としてもすごくこうその事件に時間を割かなきゃいけないというところがあるのかなという気がしますね、なんかかかった費用を名誉毀損とかした人に相手に請求したいっていうような話もあって、で開示請求とかをするのにかかった費用とかについては裁判でそこを認められることもありますし、ただ
弁護士費用は認められた額の1割しか認められないっていうのが民事の不法行為の時の裁判でよくある判決なので、100万かかったり10万だけ相手に持たせて、そうですね、90万こっちが持つってこと。1割っていうのは例えば名誉毀損しましたよね、じゃあ50万払ってくださいっていう判決が出た時に、50万のその慰謝料と5万の弁護士費用と、まあ、例えば5万ぐらいのなんか実費とかがまとめて60万認められますっていうことになるだけであって、でも実際に弁護士費用もっと30万40万とかかかってても高いんだよ、そこが取れない。もう全部相手持ちにしろよマジで、ね、それだったらねなんかいいけど。発信者情報開示請求にかかる費用は弁護士に依頼する場合は数十万円から100万円程度が相場。ただし、その手続きにかかった弁護士費用の一部は損害賠償請求時に相手に請求することができる。なんか例えばなんですけど、私インスタライブとか配信してる時にミリチャムと家近かったみたいなコメントを書かれたことがあって、怖いじゃないですか。でその人のアカウントに飛んだら、まあいろいろどこどこ中学校とかどこどこ高校出身とか載ってたりとか、 DM 行ったら教える可能性だってあるじゃないですか。そういうのは訴えられない。まあ、実際にもうみりちゃむさんのご自宅とかまで教えてたっていうのが証明できるんであれば、それこそプライバシー侵害だとかっていうので慰謝料取れる可能性は出てきますね。別にそれが証明できない限りは言っただけじゃどうにもできない。本当にそれが言ってるのかどうかっていうのが分からないってなると、やだな、できないんだ。あと最近僕個人じゃなくて、わけわかんねえサイトとかわけわかんねえメディアみたいなのが勝手にその僕のことを記事にして、僕をその悪者にするような記事がいっぱい出てるんですよ。そういうのって訴えたりとかってのは可能なんですか？そうですね、まあ、全然そういった炎上もしてないのに炎上してるとかってなると、やっぱり実際にその芸能活動される中でその印象がもうすごく下がっちゃうっていうところを考えると、場合によってはやっぱり名誉毀損罪、まあ、民事だと名誉毀損罪っていう犯罪とまあちょっとリンクするところありますけども、名誉権侵害っていうそういった権利侵害っていうのがまあ認められる可能性はあるのかなって気はしますね。でもまあせいぜい別にこっちに金が入ってくるわけでもなくって感じですよね。刑事だとやはりそうですね、国がお金を持っている。なんで国が儲けない？それ意味わかんない。意味わかんない。精神的苦痛の部分については慰謝料請求、クズが増えれば増えるほど国が儲かるシステム何なんですか？ね、納得いかないっす。こっちにもうちょっと利益を、ね、相手がその個人じゃなくてそのまあ企業だったりとか、そういうところはやはり金額では考慮される余地はあるのかなとは思いますけど、それでもやっぱり名誉毀損とかの裁判例見てても、高くでもやっぱり100万前後ぐらい、まあ、数百万もちろん超えてくるケースもあるんですけど、なかなかまあ数十万とかってなるケースも多いかなと、ね、割に合わねえな。その訴えるぞってなった時に示談みたいな話にあるじゃないですか、はい、そこで示談金をめちゃくちゃ取るってことはできるんですね。あ、示談の場合はもう正直本人同士の話し合いなので、まあ、こっちとしたらまあこれぐらい払ってくれないんだったらもう裁判じゃないとっていうことも出てくるでしょうし、それ先に言ってくださいよ。それの示談が一番いいわ。示談がいいよね。お前特定したぞと、お前マジで訴えてやるからな、うん、どうする、訴えられたくなかったら100万払えよができるってことですよ。まあ、そうです。それ教えてくださいよ。ただそこ難しいのは言い方なんですよ。脅迫になっちゃう。そうなんです。なるほど。裁判を起こされたくなかったらとか、あと刑事事件にされたくなかったら金払えってなっちゃうと、まあ、脅迫だとか、どうやって強要だとか、まあ、恐喝罪だとかいろんな犯罪ありますけど、それも言い方ないんです。それもやっぱり弁護士を挟んで、弁護士やっぱりそこは考えて書面作ったりするので金かかるじゃないですか。めんどくせえな、いろいろ顔出す仕事めんどくさいよね。ね、俺も覆面で活動すればよかったもん。さらにここで遺産相続コースを追加。それでは遺産相続に強い担当の弁護士をお呼びしますね。先生お願いします。はい、そのシステム、あ、入れ替わった、あ、1人入れ替わった、はい、橋と申します、よろしくお願いします。あ、遺産相続顔だわ。よく言われます。よく言われます。遺産相続ならお任せを、東大法学部卒のエリート橋先生。ちなみに遺産相続絡みでなんか一番多い相談とかってどんなのがあるんですか？ズバリ寄与分のご相談が一番多いです。寄与分、はい、
ミリチャムが黙ってないんですよ。そういう言葉。はい、寄与分というのは非相続人の財産の維持増加に特別な貢献をした人に対して。より難しくなってる。分かんない分かんない、漢字が多い。どれから聞いていいか分かんないよね。うん、ちょっと分かりやすく説明させていただくと、おにぎりとか、はい、まあ、相続が発生すると兄弟で揉めたいとかあると思うんですけど、はいはいはい、兄弟の中で自分は親の遺産に対して例えば介護頑張ったとか、うん、家業を手伝ったとか、そういう特別な貢献をしたんだからその分取り分を多めにくださいみたいな、はいはい、そういう話が寄与分。最悪の泥沼のやつですね。お二人ご兄弟とかいらっしゃるんですか？僕は血の分けた弟が、はい、血の分けた弟どういうこと？え、血のつながった弟。あ、同じく私も同じく弟が。あ、弟が、はい、血分けてる。血分けてます。お二人ともご兄弟がいらっしゃるということで、兄弟を例にご説明させていただきたいと思います、はい、弟とそんなんで揉めるとか最悪だな、でもあるもん。例えばお父さんが亡くなりましたと、で遺産は1000万円ありますと、家族構成としてはお母さんと兄弟2人がいますと、でこの場合普通の遺産の分け方としてはお母さんが2分の1で500万円で、兄弟2人はそれぞれ4分の1ということになりますので、250万円ずつ分けるというのが一番オーソドックスなパターン。それは平等なんですね。そうですね、法律通りの普通の分け方になります。でここで、まあ、例えばお兄さんが何か言ってきたと、うん、お父さんが亡くなるまで面倒を見てきたんだから自分がもっと多くもらうべきだと主張してきて、結果取り分で揉めるということがあり得ます、うん、早いうちに実家を出て好き放題やってたお前となぜ俺が同じ額なんだっていうことですね、はい、まあ、それは気持ちは分かりますよね。でこの場合お兄さんが遺産を多くもらうことは可能だと思いますか、お二人？でもレベルによりそう、それもどれぐらい見たかとか、うん、ただ弟は弟で確かに俺は家にはいなかったけど俺が親父を精神的に支えてたんだとか言い出したそういうパターンもあるかもしれないですね。このケースですと基本的な考え方としてはただ面倒を見てきたっていうだけですとこの寄与分っていうのは認められないということになります。自分の仕事をセーブして介護に専念するぐらいのレベル感が必要になっています。そうなんだ。まあ、でも遺言状があれば、はい、そういう揉め事っていうのはないんですよね。そうですね、弁護士は遺言書っていう読み方をするんですけど、この遺言書があると基本的にはその遺言書の内容通りに相続していくことになるので、まあ、そこで揉めるっていうことは基本的になくなってくると。飼ってる犬にさ全部とか実際あるありますよね。あります、そういうのはどうするんですか？その犬に直接相続させたいっていう相談もあったりするんですけど、うん、犬にはさすがに相続権がないの で、やっぱそうなんだ。犬の面倒を見てくれる人になるほどこのぐらい見てくれるんで渡しますよとかっていうやり方をします、ね、なるほど。それによって全くその血縁関係ない人に遺産を渡すことができるってことですね。ただ全額とかは無理です、ね、無理なんだ。相続人がいたりするとその遺言状があっても遺言状があっても全額は。そうですね、遺留分っていう最低限の取り分を定めた規定があるので、まあ、例えば8分の1とかそういう少ない割合ではありますけど遺留分っていうのを請求したら、まあ、例えばその団体の方が全部相続しますっていう内容になってたとしても8分の1はもともとその子供の側が取り戻すみたいな、そういう話にもなってきます。そうなんですね。遺言書って手書きじゃなきゃダメなんですか？そうですね、原則として全て手書きでいらないといけなくて、その文章とか携帯のメモに入ってダメ、今の時代ありそうだけど文章とか日付とか氏名全部手書きしてハンコも押さないといけない。そうなんですね。ただ時代の流れに合わせてデジタルで遺言書を作っていけるようにっていう改正が今政府で進められていまして、まあ例えばその遺言書の内容を喋ってるところを録音したり録画したりしてそのデータをもう遺言書として、なんか悪い映画とかで見たことあるな確かにあとはそのパソコンで打ち込んだものを政府のサーバーにアップロードしてこれでもう提出完了みたいな、まあ、そういったいろいろな方向性が考えられています。例えばその遺産とかでどうにもなんない使い道のない山とか土地とか持ってたりする場合もあるじゃないですか。持ってるだけで金かかるみたいな、そういうのはどうなるんですか？あ、それでも相続放棄ができるのか。ただ相続放棄しちゃうと他の預貯金とか全部相続できなくなっちゃうんで、お金は欲しいけど山はいらないとかできないんですか？そうですね、なんでやねん。
なんで、でも野茂のサインボールは欲しいんだよなとか。それも放棄なんですか。そうですね、そのサインボールがもし数十万円数百万円とか資産の価値があれば、資産の価値があるのであれば相続放棄したらもらえないですね。わけわかんねえ。わけわかんねえ。で相続放棄すると、はい、国が持っていくんですよね。最終的には国庫に帰属する。許せねえ。なんで国が野茂のサインボールいらねえだろ。野茂のサインどうなってんの。はい、本日は法律居酒屋をご利用くださってありがとうございました。辛くなったんですけど。